酒とバラの日々は甘く苦いメロディーで、郷愁や幸福と青春の儚さについての心を揺さぶる歌詞を持つ曲です。これはアメリカの映画音楽やポピュラーソングの作曲家であるヘンリー・マンシーニが同名の1962年の映画のために書かれました。その後、多くのジャズミュージシャンがこの曲を演奏し録音しており、今や酒とバラの日々はよく演奏される重要なジャズスタンダードとなっています。ジャコ・カストリアスもこの曲をベース演奏で録音しました。進行の最初のコードは F メジャー7の主音です。これは当然ながら主音のコードファミリーのメンバーです。 What? 2番目のコードは E フラットを基音としています。この音は F メジャーキーにおいてはダイアトニックではありません。実際これはフラットセブンです。ここにはフラットセブンセブンのコードがあり、解決しないドミナントコードです。通常解決しないセブンシャープイレブンコードはリディアンドミナントスケールと関連付けられます。この場合E フラットリディアンドミナントスケールに関連付けられます。それでは F メジャーと E フラットリディアンドミナントの関係は何でしょうか。リディアンドミナントスケールは B フラットメロディックマイナースケールの第4のモードです。 B フラットは F メジャーキーにおいてダイアトニックであり、スケールの4番目の音ですが、通常4コードはメジャーコードです。ここで行われているのは一般的なデバイスです。メジャーな4コードをマイナーに変える、つまりマイナー4コードにすることです。4マイナーキーを使用することはジャズ曲でよく見られる和製的なデバイスです。フラットセブンセブンコードはしばしばバックドアドミナントとして使用されるか、バックドア進行の一部として使用されます。ただし通常のバックドアの場合、フラットセブンセブンコードは一般的に1コードに解決される傾向があります。しかしここではそれが起こりません。これは解決しないドミナントコードです。3小節目の A マイナーセブンコードはダイアトニックの3コードです。F メジャーセブンと同様に、これは主音のファミリーのメンバーであり、その主音の特徴を持っています。チャートで示されている大体の D7 は、E フラットからの半音のルートの移動を可能にします。より広い文脈3小節から5小節では、A マイナーセブンが D7 フラット9に進み、次に G マイナーセブンに進んでいます。これは G マイナーセブンへの副次的な短縮2-5進行です。ここでは、ルールが多少曖昧になります。通常の短縮2-5-1進行は Am7flat5 から D7flat9 までが続き、その後どの Gm コードに対しても成立しますが、この場合は flat5 のない Am7 から始まります。7小節と8小節の Eb は再びリディアンドミナントです。 4m から取られた flat7-7 コードです。 B セクションはダイアトニックの3コードで始まります。これは主音のコードファミリーから来ており、したがって1コードと調和的に似ています。同じことが10小節目の Dm7 にも当てはまります。これはダイアトニックの6コードであり、これも主音のコードファミリーに含まれています。これに続いて11小節目の Gm7 が登場します。これはダイアトニックの2コードです。12小節目ではベースに F を入れるように示唆されています。F は Gm7 のフラット7ですが、ベースに置くことで加工音程によるベースの動きが加わります。これはかなり強力で、13小節目の最初のコードに導かれる際に E のルートがあります。これにより F から E への加工半音の動きが生じます。再び強力なルートの動きです。13小節目と14小節目の次のセクション Em7flat5 A7flat9 Em7 は4コードへの副次的な短縮2-5進行です。14小節目の終わりに再び G コードに戻るようにバックサイクルを続けます。15小節目と16小節目のコード Gm7C7 は単に1コード F メジャー7に戻るための標準的な2-5です。すなわち Gm7C7 F メジャー7 2-5-1。 これによってセクション A が再び始まります。セクションは17小節と18小節でおなじみの3
6Am7Dm7 から始まります。どちらも主音のコードファミリーに属するコードです。18小節の終わりにはベースに C を含む Dm7 を演奏することが示唆されています。 C は Dm7 のフラット7ですが、再び加工音程によるルートの動きが加わります。その後19小節の Dm7 フラット5の D ルートに導かれます。したがってルートの音は D、C、D と変わり、強力なルートの動きが維持されます。ただし D は F メジャーキーにおいてダイアトニックではありません。19小節と20小節の Bm7 フラット5と E7 フラット9のコードは、21小節の最初にある Am7 への副次的な短縮2-5を提供します。それに続いて4コード Dm7、別の主音のコードが続きます。22小節と23小節では F メジャーでの単純な2-5-1Gm7C7F6 が続きます。通常の1コード F メジャー7の代わりに F6 を使用することで7が省かれ、コードに13の特徴が加わります。21小節から23小節全体でのルートの動きに注目してください。 ADGCF という流れがあります。これはバックサイクリングの応用による強力なルートの動きです。24小節では迅速な2-5進行が提示され、セクション A の冒頭での1コードへの戻りを準備します。基本的には2-5-1Gm7C7F7 の進行です。 C セクションに関する最後の観察として、このセクションでのバックサイクリングの速度はかなり速いことが挙げられます。まるで急速にカスケードを下っていくような感じです。これは和声のリズムが加速していることを反映しています。Thank you.